なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの2、3日だったろ、桑野。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。ふん、何か電話じゃ済まねえ話か。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと。相手は何て言ってたんだ。自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ。きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合は神室町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて。お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ふん。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで行ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話を
あんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。ええ、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。もしもし。白崎です。八神さん、今日も横浜ですか。ああ、もしかして江原の裁判の件。ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか。わかった、もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。